はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ25周年折り返し無料ガチャ、こちらを今回は引いていきたいと思います。で、まずまあその名の通り無料で引けますというのと、あと出現キャラは20キャラのみということと、あとは PSR が1枚確定してますという感じになってまして、まあ、バナーではね、ユニフォームエミリちゃん、マトモ、野球マン1号、暁守る、まなみちゃんというところになってるんですけれども、まあ、他のね、キャラがどんなのが出るのかっていうのをちょっと見てみると、なごみちゃんがいて、アーサーがいて、先駆けリュウジ君もいて、ハイズカ、みずきちゃん、サイガ、シドレミちゃん、鈴木、スバル、あ、通常の葵ちゃんもいるんだね。で、サイリさん、ニジタニ、ノーミさん、キバ、ヒジリちゃんということで、まあ中にちょっとなんか微妙なキャラも混じっては、いますけれども、そうですね、まあ、このキャラの中から手に入るんだったら、まあ、結構いい確率で来るんじゃないかなと思います。で、自分はただですね、野球マン1号と暁守くんがすでに PSR のプラゴなので、まあ、欲しいキャラといえばね、結構まともの、ね、SR、まあ、通常の友様でも解放できるんですけど、あの SR が余ってるんで、まあ、まともが出てくれると結構嬉しいかなというところはあります。と、あと、こっちの野手セレクションガチャですね、これも50連目でバナー PSR が確定してますので、こっちも、50連引いていきます。まあ、まずは、こちらの25周年、無料ガチャの方、いきますと。あとね、石の方はね、あ、なんだっけ、あれ買い尽くしたんで、折り返し、なんか安いパワーストーンみたいな、全種類買った。1万5000円くらいかかったよね。あ、来た、まともだ。よし、これどこまで解放できるかな。通常のっていうのも変だけど、まともはもうプラゴで使ってて、でさらに友沢とかがね結構余ってるんで、これは解放していきたいですね。で、虹谷の PR とシドレミちゃん、だからなごみちゃんすげえいっぱいいんだ、なんで1,2,3,4 体もいるんだけどということで、まともの PSR でしたと。ではそのままの、勢いで野手セレクションガチャ、こちらを引いていきたいと思います。こちらも、厳選20キャラのみですね。で、まあ、野手セレクションと書いてあるので、まあ、野手しか出ないとは思うんですけども、バナーキャラは真剣野球ちゃん、暁すっす、国樹くんと新屋敷ですね。で、暁すっすは俺未だにその SR すら持ってないんで、ちょっとそろそろ欲しいよね。で、出現割合の方を見ればいいのかな。ピックアップはまあ先ほどの4キャラ と、ピックアップ以外でいくと、あらかた、ワイルド、雷で、ジェントルの東雲、メガネ登場、メガネ登場はちょっとプラゴですね、 PSR か。で、猫かぶりのミオちゃんは持ってなくて、あと五十嵐とかいるんだまた先駆けがいる。で、サイガ、シドレミちゃん、通常の雷、続き赤原、血が、普通の東雲くん、能美さん、どーもくんといったようなところになってます。で、タンガチャは1回目のみがバナー R 以上確定なので引いていきましょう。ほい、新屋敷ね、まあ確かに独身術はいいんだけどね、もうエビルが実装されたら使わなくなっちゃうよね。まあ、エビルがいつ実装されるのかっていうのも割と引っ張ると思うんだよね。佐伯さんもね、多分ね、引っ張ると思うんですよ。要はなんか佐伯さん出しちゃったら、その後出てくるキャラがなんかみんな引かなくなっちゃうじゃないですか。だから佐伯さんより弱いキャラを出し尽くして、まあ、どこまで出し尽くすかは分からないですけど、まあ、ある程度のキャラを出し尽くしてからやっぱ佐伯さんはね来ると思ってます。まあ、夏くらいになるんじゃないかな。夏くらいにエビルが来て、だから佐伯さんもちょっと実装されて、夏ナッチも一緒に来るという感じ。それかまああれだよね、なんだっけ、27日とかだったっけ、あのスイッチのパワープロが発売されるんで、まあなんかそういう記念に合わせて出てくるかっていうのはありますけれども、まあちょっとそろそろ来てほしいよねというところです。じゃあ、10連目の方に行きましょう。これは PR 以上が、10枚確定で SR の出現率は2倍となってます。まあ、厳選キャラだとね、お目当てキャラが解放しやすいっていうのがあるんで、それはいいんですけれども、1枚、まあ、1枚入っててくれればいいかな。
ワイルド雷ってそもそも PR 持ってなかったんだ。いいね、雷が結構出てる、雷系が。あ、国樹くんもね、俺解放したいんだよね、 PSR あるから。で、あとエビルが実装されて国樹くんにミート上限アップがつくかどうかっていうところだよね。で、雷本当にいっぱいいるな、雷系がいっぱいいましたと。では、次は20連目になります。ほい、あれ、ここなんだっけ、通常の SR が1枚入ってんだっけ、バナーとかではなく。お、いいね、国樹くん。これは新屋敷、新屋敷は R が20日、メガネ登場はね、もう本当に使い道がなくなってしまっているので。 PR が出てくれたけど、よし、国樹の PR も出てますね。ちょっと解放が楽しみなところではある、さっきのまともも含めて。で、30連目40連目に関しては、バナー SR が確定ということになってるので、そうだね、赤月スス、ちょっと欲しいな。まあ、こういうね、バージョン違いは通常の方からも解放できるっていうのがかなりでかいよね。普通のスッスに関しては常設だからね。あ、来た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 、とりあえず初猫かぶり。そう、猫かぶり用にね、一応 PR とかもね、すげえ溜め込んだんだけど、結局ね、引かなかったんだよね。なんか使わないなと思ったんですよ、もう。ミオちゃんは申し訳ないけど。では、40連目に行きます。ここもバナーの SR ですね、1枚。まあ、初回で1個入ってたからね。お、またスッス、こういう時に限ってよく出てくる。よし、国樹くん PR が2枚で、真剣ヤギュちゃん、真剣ヤギュちゃんはね、確か普通のヤギュちゃんをもうぶっ込んであるんで、プラゴになったんだっけ、なんかあんまり覚えてないや。では、50連目いきます。ここはバナー PSR ですね。なので、国樹くんはちなみにバナー PSR、 バナーというか PSR 持ってるんで、まあ、出てくれれば出てくれたらで解放が進むんで、まあ、一応エビルが実装されて国樹くんにミート上限アップがつくという前提ではあるんですけど、まあ、それを踏まえると解放していきたいと。国樹くん、よし、いや本当にミート上限アップついてよ、そのために今俺は国樹を育てているんだ。よし、 OKOKOK、 国樹くんの PR という感じですね。じゃあちょっとキャラ的には結構手に入ったので、またボックスの方を見て、なんか解放できそうなキャラがいたら解放していきたいと思います。はい、では今回は、まともの PSR を、まあ、できるだけ解放していきたいと思います。ちょっと、まあ、R とかね、 PR とかはまとめちゃったんですけど、PR のプラ3が1個でしょ、 SR のプラ5が1個でしょ、で通常の SR プラ0が1、2、3、4枚と、あと普通の友沢くんが、3枚あるんで、どうしよっか、まずこの3枚、あ、 PR 含めて1、2、3、4枚ぶっ込む、これでどんだけ解放するかだよね。ちょっとそれでやってみましょう。これとこれとこれとこれ、よし、いけ、とりあえずなんか1は解放してくれ。ビヨーン、なんかなさそう、レベルアップだけだし。いや、マジ解放闇だよね。じゃあこれ1234枚ぶっ込んで、最後にプラゴをぶっ込む。これ使用中になってんな、後で外さなきゃ。じゃあこれとこれとこれとこれ、はい、この4つ。さて解放するか、4つ突っ込んでるからね、そりゃ解放してくんないと困るよ。で、どんくらい ?1 じゃあこいつが2解放しないとちょっと45に行かないね。で、使用中になってるんで外してきます。
じゃあこっちのペラゴも突っ込んでいきましょう。これはね解放 100% だからね、2解放してくれるかどうかなんだよね。てか何枚突っ込んだんだっけ結局。 SR 通常が 1,2,3 枚でしょ。でさっきのが 1,2,3,4 枚でしょ。7枚突っ込んで1だからね。まあそれはしょうがない、もうそういうゲームだからこれは。で、SR のプラゴなので1か2、これ2解放してくんないと、なんていうの、45に行かないからね。どうよ2 という感じでした。まあだからそのまとも自体は通常の友沢から解放できるんで、なんかもう通常の友沢が手に入ったらもうどんどんぶっ込んじゃう、まあそういうスタイルで、この PSR のまともは育てていきたいと思います。ちなみに何がつくんだっけ、50になるとやる気効果が増えるような気がしたんだけど、そう、技術ボーナスがだから16だったのが14になっちゃうんだよね。まあ2くらいだからなんとかはなると思うんだけど、やる気効果50から75かな、そうすると50から75なんで、まあ、結局ってめちゃくちゃ増えるかって言われるとそうではないんですけど、まあせっかく手に入れたんで、こいつも末永く育てていきたいと思います。で国樹くんはちょっと無駄には突っ込みたくないんで、まあ、ちょっと今回は解放しないですけど、こいつも末永く育てていきたいと思います。今こっちにあるのはこの2枚だけなんで、あとさっき手に入れたのはボックスの中にありますと、まあ、国樹くんもただミート上限アップがつくのがやっぱり前提で今ちょっとお話をしてるので、つかなかったら悲しいよね、そりゃないでしょうっていうところですけど、あとまたちょっとアプリはやってないんですけど、アプリの方はねなんかミッキーが来て、ミッキーはなんかミート上限がつくみたいですね。総力キャラなだからなんか総力上限アップがつくんじゃないかみたいなのは噂されてたんですけど、まあ蓋を開けてみれば、ミート上限アップということで、さすが斜め上を行く、まあ、戦略を練ってますね、コナミさんは。というところで、じゃあまあ今回の動画はこれで終了したいと思います。まあちょっとこれ見てね、結局その 30% ずつでぶっこんでいくか、プラゴにしてぶっこんでいくかは、これは本当にちょっと皆さんのやり方があると思うんで、ぜひ考えて突っ込んでいただければと思います。今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。